こんにちは。横須賀中央駅ご利用の皆様、タクシー運転手の皆様、商店の皆様、大きい音を立てて失礼いたします。今から神奈川ネットワーク運動横須賀の駅頭アピールをさせていただきます。神奈川ネットワーク運動横須賀、中井美和子です。来年4月市議選に挑戦いたします。来年4月に横須賀市議選に挑戦いたします、中井美和子です。どうぞよろしくお願いいたします。今日のアピールは1時間12時半までさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。さて、今日は9月26日、明日安倍元首相の国葬儀が行われます。私たち神奈川ネットワークは安倍晋三元首相の国葬に反対しております。閣議決定だけで決定された国葬、安倍元首相の国葬、当初2億5000万円の費用がかかると言われていましたが、その額は膨れ上がり16億6000万円と言われています。明日日本武道館で安倍元首相の国葬が行われます。国葬に関して世論は大きくうねりを見せて、こんにちは、ありがとうございます、見せています。市民の方たちは反対の声を上げています。その理由は安倍元首相の今までの政治の功罪があるからです。安倍元首相は亡くなりましたが、その政治姿勢は消えることはありません。森友学園問題、大きな問題がありました。そして今世論を騒がせている旧統一教会との問題、市民には大きく知らされることになりました。今コロナ禍で貧困、生活が苦しい方がたくさんいます。その中で閣議決定だけで国葬という国を挙げての葬儀が本当にふさわしいのか、そもそも国葬に法的根拠はないと言われています。岸田政権は安倍政権の政策をそのまま行おうとしています。戦争する国づくり、そういったものを賛美して今回の国葬を利用して政治的に進めようとしています。私たちは何より平和が第一だと思っています。そして憲法のもと、私たちは何人たりとも平等である、大事なことだと思います。こちらに歩いている皆さん、そして私と元安倍首相は同じ命の価値なはずです。その葬儀に16億円もの税金が投入されようとしています。旧統一教会との問題はまだまだ清算されていません。旧統一教会の信者さんのご家族、その方たちの大きな声、ツイッターでもつぶやかれています。政治の闇を見たという声も大きくあります。政治不信が怒りの声となっています。そこで横須賀市は
明日27日の国葬の日に何をするのでしょうか。横須賀市長上地市長は7月に5日間市役所の入り口に記帳台記帳所を置いて市民の安倍元首相への弔意を表す名簿を600名ほど集めました。その記帳所に書かれたものは送付先も宛先もわからないということです。宙に浮いているということです。そんな大事な市民の名前、個人情報がどこに送られるのか、誰に送られるのかも決まらないまま市役所に設けられ、記帳所が置かれました。それは市長の独断です。市長はそれについて横須賀市議会でこのように答弁しています。当然のことだと。市民は記帳所についても大変不安を持っていました。それが弔意を表すためのもの、弔意を強制するものだと私たちは思うからです。そして明日27日安倍元首相の国葬の日、横須賀市は市役所そして行政センターに半旗を上げることをまた市長の独断で決めました。これについても大きく市民からおかしい、市長が勝手に決めることではないという声が溢れています。政治というのは私たちの生活そのものです。しかしそれには全て根拠がなければいけません。その法的根拠がないまま強行するのは暴挙と言えます。私たちは生きる中、生活する中で平和で生きたいという普通に思っています。誰もが平等で平和に生きることが希望です。それを安倍政権がしてくれたとは思いません。そして私たちは政権に政治をお任せするのではなく、市民が声を出して政治に関わっていくことが大事だと思っています。だから私たちは明日安倍元首相の国葬に反対いたします。神奈川ネットワーク運動横須賀は本日国葬前日9月26日に横須賀市に申し入れを行います。市役所行政センターへの半旗の掲揚をしないこと、そして公教育、一律学校、幼稚園に対して弔意の強制をしないことを申し入れします。そして学校や幼稚園から園長先生や校長先生から問い合わせが来ても何もしないでほしいという申し入れをしたいと思っています。本日神奈川ネットワーク運動横須賀は横須賀市上地市長宛に安倍元首相の国葬当日の対応について申し入れをいたします。私たちは国葬に反対し、そして横須賀市で安倍元首相の国葬について弔意を表す、そういったことを教育の場でしないでいただきたいという申し入れをします。これはとても大事なことで、政治が
教育に、政権にそのまま結びついてしまえば大変なことになってしまいます。戦争の時と同じことになってしまいます。昨日の東京新聞に掲載されていてとても驚いたんですけれども、図書館、学校の図書館に拉致問題の本を増やしているということが分かりました。それはまさに学校教育が政治に今の政権の意向を反映していると言えます。数年前、学校の図書室にから裸足の弦、図書館から学校の図書室もですね、裸足の弦が回収されるというようなことがありました。学校の先生たちは再び教え子を戦場に送らせないというふうに運動をしてきています。そしてそれに保護者も連帯しています。政治の私たちは言いなりにならないようにしなければなりません。政権の言いなりにならなければ なってはいけません。私たちが主権であることを忘れずに声を上げていきます。明日9月27日日本武道館で安倍晋三元首相の国葬があります。それは法的根拠のない閣議決定だけで決められて大きな反対の声が上がっています。私中井美和子、元首相の国葬に反対しております。明日の安倍元首相の国葬、当初閣議決定の時には2億5000万円の費用でしたが、膨れ上がり、その費用は16億6000万円とされています。この多額の費用、本当に良いのでしょうか。閣議決定だけで決められたということです。国会議員からも厳しい追及があります。そして各地の市議会からも反対の意見書が出ています。私たちは明日の9月27日の安倍晋三元首相の国葬に反対します。法的根拠のない国葬、それについては許すことができません。旧統一教会との問題はまだまだ闇が多いです。信者さんの家族、大変な思いをされています。匿名の方が多いですが、 SNS で実は私もだというような声が上がっています。私たちは今回のことで政治と宗教、統一教会ですねの癒着をよく知りました。こういうことがあってはならない、忘れないようにしなければなりません。明日9月27日安倍元首相国葬、私たちは反対しています。神奈川ネットワーク運動横須賀では、本日横須賀市長上地市長宛てに、明日の安倍元首相の国葬の日の横須賀市の対応について申し入れを行います。上位の強制はしないこと、特に小教育、学校、一律の幼稚園について黙祷などをさせない、半旗を上げさせないということを申し入れに書きます。現在ですね、横須賀市の方針としては教育委員会に何も協力を求めていません。しかしそれは
れば何をされるのかはちょっと分かりません。ですからもし問い合わせが市の方に来た場合、自由にしていいよではなくて何もしないということを答えていただきたいというふうに申し入れを行います。神奈川ネットワーク運動市議選に挑戦いたします中井美和子、中井美和子です。お騒がせしております。9月27日明日安倍元首相の国葬があります。国葬皆さんどう思われますか。2億5000万円の費用がかかると言われていた国葬が16億円以上かかることが分かりました。私たちは憲法のもと誰でもが同じ平等な命だとされていますが、では私の葬儀は16億円お金が出るんでしょうか。国から。そんなことは絶対にありません。絶対にありません。それは格差があるということです。憲法にある法の下の平等、それに反している明日の国葬は国葬は私たちは反対します。ありがとうございました。横須賀、中央駅の歩いている皆さん、今回はネットワーク運動の、アピール行動ですが、私は、見入りで一言だけ、皆さんに伝えたいと思います。明日の元安倍首相がですね、国葬になるということで、いろいろとですね、国民の皆さんからも、意見が出てます。国葬に反対する方はもう半分を超えて、とっくにもう 70% ぐらいになってます。神奈川新聞でもそのように報道されてます。それから毎日新聞では国葬というよりも岸田政権の支持率が 29% にまで落ち込んでいます。これはもちろんのことですね、元安倍首相の国葬を決めて、それして国民の皆さんに弔意を強制する、こんなことが起こっているので国民の皆さんは大変反対してます。私も反対です。安倍首相と元安倍首相と統一教会の関係については、さまざまなマスコミによってその実態がですね、暴露されています。安倍元首相は美しい日本を取り戻すとか、日本を再生するとか、響きのいいことを言ってますが、実際やってきたことは統一教会の広告とですね、顔を出すことによって統一教会にお墨付きを与え、統一教会は大丈夫なんだということを国民の皆さんに定着させる。しかしその結果、統一教会に入った人、あるいは大変な献金をした人、そしてその家族が大変な苦しい思いをしている。こうした安倍首相の、元首相の国葬をやることに、国民の皆さんが
同意するわけがありません。弔意を示すなんていうことはありえないと思います。そして岸田政権は安倍元首相が選挙中に分散されたというので民主主義を守ったというようなことを言ってます。本当に元安倍首相は民主主義を守ったんでしょうか。森友学園見ても分かりますように、奥さんの昭恵さんの名前があったということで公文書を改ざんし、そのために赤木さんという方が自殺している。公文書を改ざんすることに大変な良心の呵責を感じて亡くなってしまった。こうした公文書を改ざんすることは最も民主主義に反することです。さまざまな情報を正確に正しく国民に知らせることが民主主義だと思います。それを否定して公文書を改ざんさせた、これは元安倍首相の犯罪的な国民に対する大変なひどいやり方です。これだけではありません。皆さんもご存知のように桜を見る会、それから加計学園などの問題でも安倍元首相のお友達であるとか、あるいは知り合い、こうした人たちを優遇し自分の選挙に利用しました。これは旧統一教会のこの関係においてもそうです。旧統一教会においては自分の派閥のために選挙に利用する、これもちょっとひどすぎる話です。こうして安倍元首相が行ってきたことは自分の身内や知り合いを優遇するという政治を行ってきてます。これは民主主義どころではありません。もう以前の話ですね。このように元安倍首相が行ってきたことは本当にひどいものです。岸田政権がこうした安倍政権、元安倍首相のやってきた行為に対して国民の皆さんに弔意を強制する、こうしたことは許されないことです。皆さんの中にも大変怒っている方がおられます。私も絶対反対です。それからもう一つですね、横須賀の皆さんにはぜひ聞いていただきたいんですが、2019年に元アメリカの大統領トランプ大統領が横須賀に来ました。その時安倍元首相も香川というヘリコプター空母に乗って、お互いに日本とアメリカは一体になって軍事力を行使するんだ、日米軍事一体化を宣言しました。そしてその前には2014年には政府自体が集団的自衛権は憲法に違反する、このように言ってきたにもかかわらず安倍元首相は法制局長官を自分に都合のいい人に取り替えて集団的自衛権を否定し、いや失礼、集団的自衛権を合憲としてしまいました。それまで憲法違反と言ってきた集団的自衛権をですね、
憲法違反だと言ってきたものを今度は憲法に反しないということで集団的自衛権を閣議決定し、さらに2015年には安保法制10項目の 法律一気に作ってしまいました。それによってどんなことになっているかといいますと、麻生首相が行って言ってましたけど、台湾危機があった場合日本はアメリカと一緒になって戦争できるんだと。それから危機が起こった場合日本はアメリカその他の国と国に対して軍事的な支援を行うことができるんだと、こういうことを言ってます。これは確かにそういう危険性はありますけれども、そういう危険な戦争法案を作ったのが安倍元首相です。今中国を包囲網を作ることによっていろいろと戦争の危機が煽られています。煽られているうちはまだ何とはなんとしても、今戦争を知らない国会議員、調子のいい国会議員たちがいつ戦争に導くようなことを行うのか分かりません。そして安倍元首相の国葬を決めた岸田政権は、これまでの言ってきたような安倍首相の反民主主義的な行為、それから日本を戦争に導くような危険な法律、こういうものを作ってきた安倍首相を国葬にすることによって、戦争法案や反民主主義的な政治を合法化し国民の皆さんに押し付けていく、これは絶対に反対です。安倍首相の国葬を認めることは民主主義に反することであり、戦争への道につながることです。皆さんもぜひ安倍首相の国葬に反対し、民主主義を守り戦争への道をやめさせましょう。ありがとうございました。はい、市川平さん、ありがとうございました。私たちは、基地の町横須賀の市民として基地がない町を目指しています。昨日横須賀月例でも、比較市民宣言運動横須賀の月例でも、でも平さんが国葬について反対のアピールをされていました。神奈川ネットワーク運動横須賀、来年4月に市議選に挑戦いたします。中井美和子です。お仕事中の皆様、タクシー運転手の皆様、ご通行中の皆様、お騒がせしております。横須賀市議選に挑戦いたします。中井美和子です。神奈川ネットワーク運動横須賀、中井です。本日9月26日、神奈川ネットワーク運動横須賀、中井美和子がお話ししています。明日9月27日は安倍元首相の国葬儀があります。この国葬について私たちは反対をしています。本日神奈川ネットワーク運動横須賀は横須賀市長、上地市長に申し入れを行います。市長は
明日の国葬の日に半旗を掲揚することを決めました。7月には5日間記帳所を市役所内に入り口のところに設け、600名以上の市民の記帳を行いました。しかしその送付先、宛先はわからない、宙ぶらりになっているままです。その名簿どこに行くんでしょうか。この記帳所を設置したのも市長の独断、そして明日27日国葬の日に市役所に半旗を上げることを決めたのも市長の独断です。市議会ではその市長に半旗を上げることについて聞かれると、当然当たり前、常識のような答弁をしていますが、私たち市民は納得していません。閣議決定だけで不当に決められたこの安倍元首相の国葬は、当初2億5000万円の費用でしたが16億6000万円に膨れ上がりました。私たちは納得できるでしょうか。全くできません。法の下の平等、憲法ではそう決められています。誰でもが平等な命、そこに差をつけてしまえば優生思想になり、仕事ができる人、立派な人と言われる人、立派だと言われる人が価値が高い。では障害者はどうでしょうか。何人たりとも命は、存在は平等でなければいけません。安倍元首相の国葬に16億6000万円もの税金が投入されます。そしてその国葬は法的根拠がないままです。国会議員からは厳しい追及があります。国葬に反対する意見書も市議会で、各市議会で意見書が可決されています。神奈川ネットワーク運動横須賀中井美和子は、安倍元首相の国葬に反対します。そして本日上地横須賀市長に申し入れを行います。申し入れ内容は、市役所本庁舎への国葬の弔意を表す半旗を掲揚しないこと、そして公教育、学校、幼稚園での弔意を表すことを強制しないことです。今横須賀市の方針は、教育委員会には何も協力を求めないことになっていますが、その場合学校、幼稚園でどのような対応がされるかは分かりません。園長先生や校長先生から問い合わせが来た場合、何もしないということを市の方で答えていただきたいということを、神奈川ネットワーク運動横須賀本日上地市長に申し入れいたします。明日日本武道館で14時から元首相、安倍元首相の国葬が行われます。その費用、16億6000円と言われています。今生活が厳しい、そういう方たちが多いのに、こんなにお金を使う意味があるでしょうか。しかしそれも法的根拠もありません。本日9月26日、
安倍元首相の国葬の前日、神奈川ネットワーク運動と集まった市民による国葬反対のアピールをさせていただいております。今お話ししていますのは、来年市会議員選挙に市議選に挑戦いたします中井美和子、中井美和子です。本日上地横須賀市長に国葬の当日弔意を強制するようなことをしないようにさせないように、特に学校で子どもたちにしないでいただきたいということを申し入れを行います。今日お集まりいただきました、市民の皆さん、アピールしていただきます。横須賀市で学校の先生をされていた品川さん、お願いいたします。横須賀中央駅前をご通行中の皆さん、私は今ご紹介いただきました品川と申します。10年ぐらい前まで学校の中学校の教員をやっていました。中井さんとは2011年の 3.11 の後、この横須賀にも放射能が降り注いだり、それから放射性の瓦礫を神奈川県に持ってきて横須賀の産廃処分場に埋設をするという危険な状況があって、でそれを反対するっていうことで、子どもたちを守りたい、子どもたちの健康を守りたいということで、一緒に活動をしてきたのがご縁です。中井美和子さん、今回来年の地方統一選で、神奈川ネットワークから立候補するという決意を固められました。中井さんは、本当にぶれない、そして正直に自分たちの正しいことを主張する人です。とても信頼できる人だと思っています。今日は、明日の国葬を迎えて、本当に皆さんにこの国葬というのは何なのかということについて一言だけ、アピールをしたいと思って駆けつけてきました。私は明日2時から武道館で行われる安倍元首相の国葬に反対をしています。理由は、国葬というのは常に戦争と関係があるからです。例えば戦前のことですが、伊藤博文という人が国葬にされています。でこの時代には朝鮮に対する侵略戦争が盛んに行われていて、朝鮮の人たちが大変な思いをする、そういう時期でした。それに対して日本でも朝鮮への植民地化に反対をする運動がとても大きく盛り上がった。でそれを潰すために伊藤博文の国葬をやったということが事実としてあります。そして、戦前、やはり戦前ですが、東郷平八郎とか山本五十六という大将が戦死をした、亡くなった。これもちょうど日本が戦争に負けていく、日本の戦争が敗戦を明らかにしていく、そういう時期に国民を鼓舞し、戦争にもう一度動員をするために東郷平八郎とか山本五十六の国葬をやったということがあります。そして戦後、吉田茂
元首相の国葬、これもちょうど当時はベトナムへの、アメリカがベトナムへの爆撃を非常に激しく行ったり、それから沖縄の返還、沖縄が1972年に返還をされますが、その時に沖縄に今まで通りの基地を残したまま、しかも核兵器を残したまま、あるいは核兵器をいつでも持ち込める、そういう密約をしたまま沖縄を返還するっていうことに対して、日本国内でも大きな反対運動が起こりました。で、この反対運動を潰すために、吉田茂の国葬を佐藤栄作、当時の佐藤栄作首相が強行をした。戦後、国葬というのはやらないことになっているはずです。それを国葬を強行した。これは常に戦争と一体のものだから。そして今私が今回の国葬について反対をする大きな理由は、中国に対して日本とアメリカが戦争を仕掛けている。こういうことが国葬の裏で進められているからです。中国に対する戦争を仕掛けるために、以前から沖縄、琉球湖の島々にはミサイル基地が配備をされています。それが特に安倍首相の時に急速に進む状況が進んで、今は奄美大島、そして宮古島に弾薬が搬入をされて、盛んに訓練がされています。戦場、沖縄と琉球湖がアメリカ、日本と中国の戦争の戦場になるということです。沖縄はかつて戦争で県民の4人に1人が亡くなって命を落としたと言われています。これがまた再び同じようなことが繰り返される、そういう危険な状況が今進んでいる。で、それを覆い隠して国民を統合をする、そのために国葬を強行をする、6割とも7割とも言われている国葬反対の人々がいるのに、それを強行する理由は、戦争を次には会見をやろうと、そういうことが準備をされているからです。ぜひ皆さんも明日の国葬に対して反対の声を私たちと一緒に上げてください。そしてその先頭で今戦っている神奈川ネットワーク運動の中井美和子さん、ぜひ応援をして一緒に声を上げていただければというふうに思います。もう一つ、私は国葬そのものに反対なんですけれども、しかしよりによって、安倍晋三さん、この人を国葬にして税金を投入をして、そしてみんなに弔意を強制をする、国葬そのものが弔意を強制することになります。とてもではないですが、私自身は安倍晋三さんに弔意を表すことができません。安倍晋三さんが何をやってきたのか、これを考えたら、私は安倍晋三さんにとてもではないですが弔意を表すことなどできません。銃撃で殺されたというとても悲惨なことがあるから、だから国葬なんだという人が
結構います。でも銃撃で殺された、とても悲惨な亡くなり方をしたということは、それはそれで大変なことだとは思いますが、しかしその前に安倍晋三さんがやってきたことは、それで帳消しにはなりません。例えば一つ二つ例を挙げれば、国家公務員近畿財務局の赤木俊夫さんという方に、公務員に対して公務員が記録した記録を書き換えろという命令をさせた。安倍、そのきっかけを作ったのは安倍晋三元首相の国会答弁です。こういうことをやって公務員の矜持も公務員としての倫理観もズタズタにして、そして最後は死に追いやった、こういう人間をとてもではないですが私は人間として認めるわけにはいかない。さらに2011年 3.11 東電福島第一原発が津波によって爆発をしました。メルトダウンをしました。そして15万人を超える人たちが避難をせざるを得ない。病院に入院していた人たちはこの3月の段階で60人も亡くなってる。こういう悲惨な事故、過酷事故を起こした原因の一つに安倍晋三という当時首相の国会答弁があります。こういうことの原因を作った安倍晋三という人も、私はとてもではないですが弔意を掲揚する、こういうことはできません。そしてそういう弔意を掲揚することができない、表明することができない、そういう人間に対してまで弔意を表明しろということを強制するのが国葬だと思っています。国葬でなければ何の問題もないです。自民党葬でも内閣葬でも、あるいは統一教会葬でも何でも構わないです。そういうところで弔意を表明したい人が十分に弔意を表明すればいいだけで、国葬であることが問題だというふうに思っています。では中井さんに代わります。中井さん、ありがとうございました。私たちは常に平和を願っています。この国葬、何を意味するのかをお話ししてくださいました。神奈川ネットワーク運動横須賀、来年市議選に挑戦いたします中井美和子です。本日は9月26日、明日安倍元首相の国葬が行われます。14時から日本武道館で国葬が行われますが、私たちはこの国葬に明確に反対いたします。本日横須賀の上地市長に国葬の当日弔意を表すことを強制しないでほしいという申し入れをします。特に公教育、学校、そして一律の幼稚園での弔意の強制をしないでいただきたいということを主に申し入れいたします。横須賀市の方針は、教育委員会には国葬に関してですね、学校には強制はしないという方針ではありますが、何も連絡をしていないと聞いています。ということは、学校、幼稚園でどういった対応がされるのか市民たちは不安です。私も子供が2人いる母親です。安倍元首相の亡くなり方はとても悲惨でした。大きな衝撃を私も受けました。しかし
安倍元首相が今までしたことは、なくなるわけではありません。集団的自衛権の強行、安保法の強行、森友学園の赤木さんの問題は赤木さんを死へも追い詰めました。まだまだ記憶に新しいと思います。岸田首相はそのことを忘れたのでしょうか。そして横須賀市の上地市長、7月の11日から5日間上地市長の独断で安倍元首相の弔意を表すための、記帳状を市役所入り口に設けました。600名以上の市民がそこに記名をされたということですが、宛先も郵送先も決まらないまま、その記帳は宙ぶらりになっています。上地市長はそういうことをするのは当たり前、当然だと言っていましたが、憲法では何人たりとも平等であるということが原則、それを地方自治体が弔意を表すということは非常に大きなことです。市長が独断で決めることではありません。そして国葬の閣議決定、それについても閣議決定で決めるなんてことはありえません。そもそも国葬は日本にはない、してはいけないと思います。その理由は国を挙げてですね、葬儀をするというのは過去にしていましたが、それは戦争のため、戦争賛美のためにしていたからです。今回なぜ安倍元首相の国葬をするのか、それはすなわち安倍政権が何をしてきたか、この日本を戦争する国づくりにどんどん進めてきたからです。そして今の首相岸田政権も同じ路線で進んでいます。こういったことに国民、私たち市民が騙されてしまえば、過去の過ちをまた犯してしまいます。安倍政権がしたことは学校の歴史教科書を書き換える、日本がした戦争加害を消し、日本が都合のいいように教科書を書き換えることをしました。よく言われるですね、日本が誇れなければ、自分の国を愛せなければ何なんだっていう声があります。どうして、活動している人たちは日本の悪いところばかり言うんだろう。それは違います。私たちは正しいことを知る権利があります。そして戦争で何が起きたのかを伝え続けなければなりません。戦争の被害だけを伝え続けるのは不足です。日本もたくさん加害をしました。今ネットで大きな声を出している、ネット右翼、ネット右翼、私はこれを生み出したのも安倍政権だと思っています。教科書を書き換えたらそういうことが起こるに決まってます。今横須賀ではその社会の教科書をまだ自由者、育法者という歴史が都合よく変えられている教科書になっていませんが、私は毎年その教科書採択日には教育委員会の傍聴に行っています。そうして私たち市民が一人一人二度と戦争をさせないように
監視していかなければなりません。明日14時から日本武道館で行われる安倍元首相の国葬、私たちは明確に反対いたします。その理由は安倍政権が戦争する国づくりを推し進めていたからです。そして安倍元首相が亡くなったこと、それを利用して今度は岸田政権が安倍元首相のことを国民に、私たちに賛美させようとして、さらに戦争へ向かわせようとしています。私たちは騙されてはいけません。戦争中、私たちの先祖の方、まだおばあちゃんもいらっしゃいますか、おじいちゃんもいらっしゃいますか、この方たちは国に騙されて自分の子供たちを戦争に向かわせました。多くの手記を私は小学校の時から読んでました。戦争は人を分断させるだけではなく大きな傷を残します。 PTSD や人への加害、人種差別、国籍の分断、さまざまなことがあります。戦争を賛美することは二度と許されない。私たちはそういったことから安倍元首相の国葬に反対いたします。神奈川ネットワーク運動横須賀中井宮校、来年4月市議選に挑戦いたします。今日は私たちと市民の皆さんで国葬の反対、安倍元首相の国葬の反対アピールをしました。本日神奈川ネットワーク運動横須賀は明日日本武道館で14時から行われる安倍元首相の国葬、16億6000万円もの費用が使われる国葬に対して反対して、横須賀市民への弔意の強制をしないでほしいということを市長に申し入れます。また特に公教育学校幼稚園での特に14時がとても私は気になっています。ちょうど学校の授業中です。黙祷や弔意を表すような行為を促さないことを求めていきたいと思います。そして市にはもし学校や幼稚園の先生から問い合わせが来ても何もしないということを対応していただきたいと思います。安倍政権は旧統一教会との癒着、広告とそういった問題もあります。大きな政治的な間違いがたくさんあります。それは亡くなってからも消えることはなく、そして二度と改善されることもありません。私たちはそこを問題にしています。来年4月市議選に挑戦いたします。中井美和子です。明日9月27日14時から日本武道館で行われる安倍元首相の国葬に私たち市民は反対いたします。1時間にわたりまして、神奈川ネットワーク運動横須賀中井美和子と横須賀の市民、そして横須賀の元学校の先生がアピールさせていただきました。大きな音で大変失礼いたしました。タクシー運転手の皆様、商店の皆様、そしてご通行中の皆様、ありがとうございました。これで駅頭アピール、国葬反対アピールを終わらせていただきます。どうもありがとうございました。